はい、こんばんは、ボクシングが世界一大好き、398チャンネルです。はい、今日はですね、ボクシング WBC 世界バンタム級タイトルマッチ12回戦があって、今日は中谷潤斗選手がヴィンセント・アストラピオ選手と戦ったってことで話題になってますね。まあ、フィリピンの選手ということでね、まあ、中谷潤人選手にとってはね、まあ、いい相手だったと思うんですけど、まあ、今日の試合を見て思ったのは、いや、いい試合だったなと思いましたね。はい。まあ、というのも、この試合なんですけど、まあ、本当にいい試合でしたね。見どころ、WBC 世界バンタム級王者の、中谷、B1 戦、今年2月にアレハンドロ・サンティアゴ・メキシコに完勝し、世界3階級、制覇を成し遂げた、長身を生かした多彩なコンビネーション、接近戦でのショートアッパーが光る万能型サウスポー、階級を上げてパワーアップした2度目の世界、挑戦のアストロアビオは、昨年8月にタイで行われた挑戦者決定戦を11回 TKO 勝ち、フィジカルが強く、好戦的なタイプだ、中谷の豪快 KO に期待。はい、ということでね、まあ、中谷潤人選手なんですけど、まあ、スタミナは級、パンチ力もテクニックもある、まあ、特にメンタルが強いということですごい選手ですね。で、それに対してヴィンセント・アストラビオ選手は、まあ、テクニックは8、パンチ力は並なんですけど、メンタルがまあ共に高いということですね。はい、まあ、ということで、まあ、この2人の試合なんですけど、まあ、非常にいい試合だったなと思いますね。はい、まあ、非常に良かったなと思います。ヴィンセント・アストロ・ラビオ選手 VS、まあ、中谷潤人選手の試合でね、まあ、本当パンチ力も高い選手で、まあ、すごいいい選手だなと思いましたね。はい、まあ、タフネスもあるし、まあ、キャリアもあるしみたいな感じで、まあ、しかも試合としてはまあ、いい試合だったね。いい試合やったなと思いますね。はい、なんだろう、まあ、TKO 勝ちですかね。 TKO 勝ちということで、はい、まあ、あれですよ、中谷選手がね、まあ、勝ったっていうことですよ。はい、まあ、本当にね、まあ、いい試合やったなと思いますね。まあ、中谷選手頑張ったなと思います。いや、今日の試合で、まあ、メイン戦だったんで、まあ、本当にいい試合だったなと思いますね。はい、